どうも、チャシーニアの菅井です。小賀です。高谷です。悟りのチャンネル、今回もですね、漫画講座みたいに今回もなるかもしれないですけど、昨日ちょうどですね、その悟りの、お茶講座、ユニア塾でですね、半年間のセミナーをやってたんですけれども、一応その小賀さんと僕がサポートで、高谷さんは確か受講してましたよね。確かしてましたよね。ですよね。したはずです。してましたよね。はい、ですよね。はい、でそこで結構お茶に、一応を通じてこう、半年間で本当に皆さんに人生変えていこうっていうことでやってはいるんですけども、結構内容が、お茶というより結構ワンピースだったというか漫画ネタがちょっと多かったかなっていうところもあって、あ、これ漫画セミナーですねっていう参加者の方がいて、すごい内容はすごい良かったっていう皆さんおっしゃってたんですけど、すごいもうセミナーの内容もどんどん漫画をお伝えしていこうかみたいな流れになってる感じですかね。お茶の、ね、セミナーって言ったらお茶の入れ方とか、お茶の知識って思う方多いんですけど、そうです、ね、基本毎回何かの漫画について喋ってます。そうですね、むしろお茶喋ってたっけみたいな。お茶がね、そうですね。お茶もちろんお伝えはしてたんですけどね、これまでは、こう最後の部分で漫画とかはあったんですけど、全般的に結構漫画が今回は最初から漫画で飛ばしてた気がしますね。でもなんか受講生の方もキャラ分かってもらってるん で、 そうです、ね、むしろなんか今回の方が生き生き喋ってたって言ってたぐらい確かに待ってましたという感じだったんですよね。ちなみに高谷さんですね、昨日受講されてて、でその漫画っていうのはこのワンピースなんですね。ワンピース、こちらに今置いてるんです、最新刊。ワンピースのその内容を通じた半年間のそのセミナー第5回目で、受講してみてどうでしたか。そうですね、まず始まる前にこうレジュメ置いてあるじゃないですか、はい、パラパラって見てたんですけど、あれなんかワンピースばっかりだった。小賀さん間違えてないかなって思うぐらい、もう半分くらい、半分以上、そうですね、なんか写真がねワンピースでしたね。そうですね、あれれれれれと思ってスッと閉じましたけど、そっとしておきました。受けてみては受けてみて、やっぱりでもその漫画でこう、ね、あの神話をこう、ね、話していただいて、入りやすかったです。ただ単にこう神話をドンってこう伝えられるよりも、漫画に置き換えて、この人がこうでこの人がこうでこういう関係ですよっていうのが、自分の中に入りやすかったですね。そうですね、はい、確かにそういう声はすごい多かったですね。ワンピース自体を読んでる人ももちろんすごい入ってきたっていうふうにおっしゃってたんですけど、読んでない方でもなんかすごい感動したっていうか、そのあるキャラクターについてピックアップされてたんですけど、なんでかわいそうなのっていうふうにちょっとこううるっときたっていう方もいらっしゃったんですけど、それだけ漫画のやっぱこう、ね、臨場感が伝わったりするってことは、熱量もねすごかったですね、小賀さんもね。そうですね。確かに愛情で、そう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 、そうですね。やっぱ漫画ってそうやってこう伝えるツールとしてもすごいいいのかなって思ってまして、で今日もですね、その、せっかくワンピースの話を、したので、今回もこのワンピースの最新刊ですね、ここからちょっといろいろと紐解けるんじゃないかなというふうに思ってはいるんですけど、ワンピースの最新刊ね、なんかどこら辺が、今回結構テーマだなって思ったのが、人がその好き嫌いってあるじゃないですか。私あの人好きとか、この人嫌いだから絶対嫌だとか、一回嫌いになっちゃったらもう絶対この人と喋らない、プイみたいになるじゃないですか。でもそれってね、それを乗り越えるというか、じゃあなんでその好き嫌いが出てくるかっていうことで、言ったら多分ビッグマムが好きな人ってあんまいないのかなって。そうですね、ワンピースのキャラクター誰が好きですかって言われたら、ビッグマムとはならないですね。確かに、確かにちょっとびっくりしますよね。ちなみに誰好きですか。ジンベエって言うとこがある。ジンベエ、ジンベエ、あ、はい、ジンベエ、誰ですかね。サンジですか。サンジ、あ、どのあたりが、どのあたりが、いや、サンジってちょっとあんまりわかんないんですけど、ちょっ
女性好きなところとか、こら、ごめん、見るんだけど、ちょっと違うよ、ちょっとちょっと、ダメですよ、ダメですよね、なんで損じてなんで、ね、昨日のセミナー出てきたからかな、なんかポロッと出ましたね。あ、そうなんですね。でもやっぱそのね、背景知ったりすると、その人の背景っていうんですかね、その表向きに自分から見てる顔じゃない部分を知ると、よりなんかこうその人に対する理解が深まったり、ちょっと愛着が出たりとか、だからその昨日もそのセミナーで、まあ、動画でもちょっと上げましたけど、プリンちゃんのね、あのワルプリンの背景にあるものっていうのは、やっぱそこを話すとなんかね、こうやっぱちょっと、あ、そういうことがあって今こうなったんだって思ったら、やっぱちょっとこう向き合い方というか感じ方、見方変わるじゃないですか。なんかよくあるね、こうヤンキーとかいてね、こうなんか突っ張ってる人がいて、なんか怖いとか思ってても、実はそのヤンキーがこう裏でね、雨降ってると子犬とかにこう傘さしてたりとか、なんかこうその人の心の実は優しさとかを知ると、もうそこから見方変わるじゃないですか。で、なんでその人がそんなに突っ張ったようにしてるのかっていうのが見えてくる部分ってあるじゃないですか。で、あった時にやっぱ人ってあまりにも表面的にものを見すぎてて、それによって自分で、あ、この人いい人、嫌いな人というのを判断していくじゃないですか。で、その今回やったらもう完全にビッグマムですよね。あのもう普通にこのね、最新刊を読むまではビッグマムの過去って出てきてないじゃないですか。だからもうとりあえずむちゃくちゃお菓子食いたくって暴れ出すみたいな、なんなら人間まで食っちゃうみたいな、部下まで食っちゃうみたいな感じだったじゃないですか。お菓子さえ持ってきたら助かるけど、持ってこなかったら皆殺しがある感じあるじゃないですか。でもそれって、まあ、その背景をですね、今回そのビッグマムの背景が描かれてたんですけど、あの、まあ、簡単に言うと、まあ、ビッグマムがちっちゃい頃から実はすごい純粋なんですよね、一応。めちゃめちゃ純粋なんですけど。